スーパーのレジで並んでいるとあらやだ誰かが私に向かってくしゃみをしたわ風邪のウイルスは肺に吸い込まれ気道粘膜の細胞に着陸地球上の生物は全て細胞から成り立っている一番小さな単細胞バクテリアから大きなシロナガスクジラそしてあなたまで体の細胞はそれぞれ細胞膜と呼ばれる脂質とタンパク質の熱い柔軟な層で囲まれその中の抗生物質を守っている 細胞膜は半透性であるものは通過させあるものはブロック。細胞膜を覆っている小さな突起はそれぞれ機能があり近くのものと接着させたり細胞が必要な栄養を確保したりする。動物も植物も細胞には細胞膜がある。植物にだけ細胞壁があり硬いセルロースで形成され植物の骨格となる。 くしゃみから侵入してきたウイルス細胞は無害なふりをして細胞膜の突起に付着するため細胞はウイルスに細胞膜を通らせてしまうウイルスが中に入ると細胞はその間違いに気づき外的侵入と特殊な酵素が現場に急行しウイルスをコッパ微塵にしその一部を細胞膜を通して細胞の外に出し細胞は周りの細胞に侵入者ありの警告を発信 周りの細胞は警告を受け速やかに行動に移動侵入したウイルスをやっつけるタンパク質の抗体を作る必要がありこの作業は細胞核で始まる細胞核には DNA がある体の機能に必要なものの作り方を細胞に示す設計図のようなもの DNA のある部分には抗体の作り方を細胞に伝えるコードが示されている細胞核の酵素は DNA の的確な部分を見つけ指示コードを転写する それをメッセンジャー RNA と呼び。メッセンジャー RNA は細胞核を出てその指示に従い行動する。メッセンジャー RNA はリボソームへ向かう。1000万ほどのリボソームが人の一つの細胞にあり、小胞体と呼ばれる、リボンのような構造をしたものに付着している。このリボソームは細胞核からの指示を読み、一つ一つアミノ酸をつなぎ合わせ、ウイルスと戦うための抗体タンパク質を作るが、 その前に抗体は細胞を出る必要がある抗体はゴルジ装置へと進み細胞外へ出るために消耗化される細胞膜と同じ材質でできた消耗に包まれたゴルジ装置は抗体に細胞の端まで行くように指示を出す抗体が到着すると抗体を包む消耗は細胞膜と融合し細胞は抗体を放出しウイルスを見つけに出かける 症候の残りは細胞のリソソームで分解されるその分解された破片は何度も再利用される細胞のエネルギーは一体どこからミトコンドリアだミトコンドリアはエネルギーを作るため酸素を吸収する私たちが呼吸する理由はそのためだけそれに私たちが食べる食物からの電子を加え水の分子を作るその過程で作られた高エネルギーの分子は ATP と呼ばれあらゆる部分に熱量を送るために細胞に使われる 植物の細胞は別の方法でエネルギーを作る植物は葉緑体があり葉緑体は二酸化炭素と水で光合成を行い酵素と糖を化学エネルギーとして作り出す細胞のあらゆる部分はすべてうまくいくように共同し私たちの体にある全細胞が一緒に動いてスムーズに働き続けるよう働くその数は膨大で科学者たちは約37兆もの細胞が存在すると考えています学びが好きな人ならチャンネル登録を 猫の視点から捉えた世界史から月に居住するための条件まで、様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず、好奇心を持ち続けましょう。